どうもスロースタートのやつです。8月31日でしたかね。9月は毎日投稿調整していますって宣言しましたけど、ついに、9月末最後の動画をこうしてあげることができました。おめでとうございます。俺でね、まあ結局最後の動画何の動画って言いますと、まあちょっとね、もう年末までのねスケジュールをね、もうここで話していきたいという動画になっております。で、まあ、お知らせ動画はもうやらないって言ってましたけど、ちょっとね、10月がね、すごい忙しい月になりそうなので、まあ、それも踏まえて、ちょっと年末までもう一気にお話ししていきたいと思います。では、まず10月のお知らせですけど、いよいよ明日、僕がもう、年始の頃からずーっと楽しみに待っていたアリサが、リリースされる予定だったんですけど、実は、先日、急にお知らせがありまして、というのもなんかアリサを Steam で起動する際に何かしらの不具合が生じるらしくて、で Steam の本社っていうのかなでちょっと相談依頼したところ、なんか3日から1日ぐらいかかるらしくて、で要はそのゲームの発売日がまた延長してしまったってことなんですよね。なんで多分話を見る限り1週間ぐらいかかるのかなっていうところでしたね。でもまあ、やっぱり正常にゲームはできないと当然面白くないですし、そもそもできないですからね。まあ、そこはね、まあ、もうゆっくり待っていただいて、で、まあ、発売されたら僕も生声で楽しみながらやっていきたいと思いますので、アリサの実況は本当はまあ10月1日にやる予定でしたけど、ちょっとそれはね延長することになりました。あ、ちなみに生配信でやろうかなって思ったんですけど、どうかな、ちょっともう、まあ、俺のスケジュール次第なんですけど、最悪、まあ、投稿型でやる方が効率がいいかもしれないので、もしかしたら投稿型でアリサの実況やるのかもしれません。ちょっとそこもまだ未定ですので、もう少々お待ちください。で、もう一つはクッキングコンパニオンですね。まあ、この9月に投稿した動画。で、こちらは10月の7日にデモ版、完成版ですね。完成版がついに発売されますが、作者さんからのコメントをいただきまして、どうやら、完成版は最初日本語訳がついてないらしくて、で、まあ、後から、まあ、有志の方に協力してもらって日本語対応しましたっていう発表するらしいので、まあちょっと俺も時間が、これも時間取れたら、もう翻訳して、しかもゆっくり実況で、ちょっと久しぶりにやろうかなって考えてますね。そしたらちょっと膨大な作業量になると思いますけど、ちょっとゆっくり実況、なんだろう、なんかモチベーションが上がる感じがしないですよね、ここ最近。ちょっとこれを機にね、ゆっくり実況またなんか大長編、まあパートを、まあ、8まで行くぐらいの長いやつをゆっくり実況でやっていきたいと思います。で、いよいよ10月、まあこれも未定なんですけど、おそらくフェイフがついにリリースされると思われます。思われますよ、これは。というのもですね、まあこの間、アイルドルフさんがフェイフの PV 新しいのあげて、で、それがファイナル PV って書いてあったんですよ。つまり最後の PV で、なんかもう、フェイプも今テストプレイやってみて、で、マイルドさんツイッターで2回自分のそのフェイプチャプター3のプレイテスト2回も怖がりましたって、自分の作品で2回も怖がるくらいの出来らしいっていうツイートしたんで、多分もう10月以内に来るんじゃないかなって予想してますね。でもこちらはもちろん、まあ、ゆっくり実況、スロースタート、レジマロスの2人にやってもらってで、まあ、3やった後、まあ、チャプター1、チャプター2も、ちょっとまた改めて、なんかまとめ動画みたいな動画を上げていきたいと思うんですよ。要はその、まあ、フェイフ内で手に入るノートを全部まとめてみたみたいな。そんな感じの、まあ、攻略かねまとめ動画も上げていきたいと思いますので、ご期待ください。で、次は11月のお知らせですけどね。11月はね、ついに僕の大好きな女神転生5が
に発売されるんですよ。11月11日、ポッキーの日ですね。もうポッキーの日はメガテンの日って覚えてもらったらいいですね。で、メガテンですけども、結構前にちょっと2の、メガテン2の生配信やってて、で、まぁ、ちょっと打ち切りになったんですけど、あれを今投稿型でちょっと順次、収録と編集やってまして、で、11月の11日までに、まあ、パート2、メガテン2の動画を終わらせて、で、終わった後に、メガテン5を、まあ、生声でやっていきたいなと、計画しております。で、まあ、メガテンも、フェイフ同様、なんかちょっと役に立つような動画、まあ、攻略動画っていうんですかね、まあ、こういう風にしたら、ゲームがサクサク進めるみたいな動画もちょっと上げてみたいと思うんで、11月はメガテンの動画ばっかり上げるつもりですね。まあできれば海外のホラーゲームも1本ぐらいは上げたいなとは思ってます。で、最後、まあ12月なんですけど、12月はねちょっとやってみたい企画がありまして、まあ、ざっくり説明すると、生配信で、まあ、海外のゲームを翻訳する作業を、まあ、完成するまで上げて、で、最後完成した動画を、まあ、クリスマスが最悪年末に上げ、年末最後、12月31日あたりに上げたいなって予定しております。まあ、ちょっとこちらはね、詳細は伝えれませんけど、まあ、そういう配信になると思います。というわけでですね、この9月末の最後の動画、年末までのお知らせ動画いかがでしたかね。もうお知らせ動画ももう上げないって話してたけど、やっぱそれでも上げたかったのはね、もう年末まですごい楽しみなことが多かったからなんですよね。10月はね、もう自分が待ちに待ってたインディーゲームが発売される。で、11月は、まあ、女神転生5っていう、まあ、僕の大好きなシリーズの最新作がついに発売される。で、12月はね、やってみたい企画、多分もうこの企画正直やったことある人あんまいないんじゃないかなっていうぐらいの企画、ちょっとやってみたいと思うんで、そういった感じですごい楽しみが詰まってるので、こうして動画を上げてしまいました。では、9月の最後の動画ここで終わり、そして最後に、9月の動画をご視聴されてくださった方々、大変ありがとうございます。まあ、今後も面白い動画やね、もう誰も見たことないような動画作っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。